はい、どうも皆さん、こんにちは。え、ッコです。それでは今回なんですけども、PayPay ではどのチャージ方法がお得、クレジットカード払い、ソフトバンク、ワイムワイル、まとめて支払いでの還元率など解説ということで、今回は僕の過去のですね、PayPay に関する動画でも結構多かったコメントを一部ピックアップをして、改めて PayPay の動画としてさせていただきました。まあ、この動画では、PayPay 決済する時の支払い元をどんな設定にしたらどんな還元率になるのか、例を踏まえながらですね、お伝えしていこうと思います。それでは、 行ってみましょう。まあ、そもそもですね、PayPay ペイペイの支払い方法っていうのは大きく分けて2つあります。まず1つ目は PayPay ペイペイの残高払い。そして、2つ目は PayPay ペイペイのクレジットカード払いっていうような方2つの方法があるんですけども、まあその中から少し小分けにするとですね、まずこの PayPay ペイペイ残高から支払う場合なんですけども、ざっと大きく3つに分かれます。 上から順に見ていこうと思うんですが、まず一つ目は銀行口座を登録してそこからチャージをする方法。もう一つはセブン銀行 ATM からチャージをして PayPay 残高で決済をする方法。まあ結構この方法を使われている方も多いのかなと思います。で、この場合 PayPay で普通にお店で決済した場合、飲食店とかで決済した場合どんな還元率になるのかというと、まあ出てる通りですね。還元率 PayPay は0.5%から とということになりますでなんでこの空というふうになっているのかといいますと今現在ですね PayPay ペイペイでは p a y p a y ップというような利用特典があります。 これは前の月にどれぐらい PayPay を利用したかっていうことで、この還元率っていうのは変わってくるんですけども、一応条件としたらこんな感じとなります。例えばですね、PayPay 加盟店とか Yahoo サービスを利用する場合は基本の還元率として0.5%還元。まあ Yahoo のサービスの場合は1%ですね。そこから100円以上の決済を50回したら0.5%アップしたりとか、利用金額の合計が10万以上だったら0.5%アップしたりと。 で、その条件をクリアしたら最大で1.5%まで。で、Yahoo サービスの場合は2%まで還元率をアップすることができます。なので、ここの0.5%からという意味はそこの意味を示しております。まあ、基本的にはこの条件をクリアするのっていうのは、もう PayPay の決済をメインで使われている方は結構条件としたらクリアされる方もいらっしゃるのかと思うんですけども、僕自身はクリアしてないので、基本的に0.5%でずっと使ってます。で、続きまして2つ目なんですけども、Yahoo カードから PayPay にチャージした場合、この,時の 還元率がペペ0.5%かとということになりますえ、Yahoo ーカードからチャージするから Yahoo ーカードの恩恵を受けることはできないのですかっていうところなんですけども、実はですね、Yahoo ーカードの還元はこちら0%となります。まあ、結構前はね まあ、ヤフーカードからチャージをすることで、ヤフーカードと PayPay の恩恵、それぞれ受けることができてたんですけども、規約が変更されて、今現在、ヤフーカードで PayPay にチャージしたら、PayPay の0.5%還元しか受けることができません。そして3つ目なんですけども、僕は個人的にこれはお勧めしてます。ソフトバンク、ワインボイル、まとめて支払いという方法ですね。これはもうその名の通り、ソフトバンク、もしくはワインボイルを契約されている方が利用できる方法となります。 で、還元率なんですけども、先ほどお伝えした PayPay ペペの0.5%から、それに加えて、ソフトバンク、ワイ o i r ルまとめて支払いを利用することで、その支払い元をですね、クレジットカードに設定することで、まあ、そのクレジットカードの恩恵を受けることができます。まあ 0. 5、0.5%とか1%とかそういった方法でお得に決済することができます。で、確認方法なんですけども、まあ、僕、ワインワイルを今現在契約してるんですが、右上のメニューというところがあります。あ、ちなみにこれ、ワイ o i r ルのマイページですね。 で、このメニューから入ったら一覧でメニュー画面が出てくるんですけども、ここの料金案内というところがあります。ここをタップしたら、ずらっと料金案内の項目がいっぱい出てきまして、ここに支払い方法の設定というのがあります。ここをタップします。そしたらですね、支払い方法のところに、今見ていただいたらわかるように、ここにクレジットカードという項目があります。まあ、確か YMOL の場合は支払い方法がクレジットカードのみだった気がするので、もうすでにこの設定にされている方は多いと思います。で、僕の場合、YMOL の場合はソフトバンクを契約 してたので、でその時、ソフトバンクの時、結構前にですね、あの、銀行口座から引き落としをしてたので、クレジットカード払いの設定にずっとしてなかったんですよ。で、ある日、気づいて、そこからクレジットカード払いに切り替えたので、もしソフトバンクとか契約されてる方は、クレジットカード払いにされたい方はですね、マイページから、多分今のような画面遷移でできると思いますんで、ちょっとお得に、決済されたい方は、こういった方法で変更を行ってみてください。で、それで設定ができましたとなった場合、どこからチャージするのかと言いますと、ここ このチャージという項目をタップしたら、まあ、いつも通り PayPay ペペのチャージ画面に切り替わります。で今はここに三井住友銀行という風になってますんで、タップしたらですね、チャージ方法を選択する画面が出てきます。 で、ここにソフトバンクマイムマイルまとめて支払いという項目があるので、これをタップして、そしたらしっかりとチャージ方法のところにセットされたので、ここから自分がチャージしたい金額、まあ2000円とか3000円とか金額を設定して、あとはチャージするっていうところをタップしたら、うまくまとめて支払いでのチャージが完了となります。まあなので、普通にね、まあ飲食店とかどこでもいいんですけども、PayPay で決済する場合、まずはソフトバンクマイムマイルのまとめて支払いでチャージをしたら1%の恩恵を受けることができて、さらに PayPay の0.5%還元を受けることができるので、 実質の還元率は1.5%分の還元を受けることができます。 ですけども、まとめて支払いをする場合はですね、これ上限がありますんで、多分人によって変わるのかななので、もしまとめて支払いでチャージをする方は、ここはちょっと気をつけておいてください。そして、ペイペイ支払い方法二つ目のクレジットカード払いですね。これもこれで結構便利なんですよ。その前にですね、僕のペイペイの動画とか過去の動画で、結構これに関するコメントがめちゃくちゃ多くてですね、それがこちらなんですけども、クレジットカードをペイペイに設定したんですけども、チャージする項目が見当たりませんというコメントをたくさんいただいて、 出るんですよね、まあ、確かにこれチャージ項目ないんですよ。で、クレジットカードからチャージをする時の方法として、今現在は Yahoo カードのみがチャージ可能となってます。ですけども、これは Yahoo カードでチャージをしても PayPay ペペの還元を受けることできるんですけども、T ポイントの付与がないので、まあ、ぶっちゃけ今 Yahoo カードでチャージするメリットっていうのはあまりないのかなというふうに思います。 まあもちろんね、支払いとかをまとめてされてる方は Yahoo ーカードの方が便利がいいかもしれないんですけども、もし T ポイントの恩恵を受けたい方は無理してヤフーカードに設定する必要もないのかなというふうに思いますね。で、そこで気になるおすすめするクレジットカード払いはどんな方法なのかというところなんですけども、やっぱりこれですよね。Visa プリペイドカードでお馴染みのキャッシュということですね。まあちょっと前の動画でもお伝えしたんですけども、このキャッシュが、まあカッコ書きで書いてる通り、3D セキュアというものに対応したので、これで今 PayPay と連携 することができます 3D セキュアっていうのは本人認証サービスっていうのはまあ、セキュリティが高まる設定ですねそれがまあキャッシュにも付与されたので今現在は PayPay にも連携することができますでどんなところから連携できるのかと言いますと PayPay の画面こんな風に開いていただいた時に右下にですねアカウントというところがあるのでここをタップしますそうするとアカウントの画面の中で右側に支払い方法の管理という項目があるのでここをタップしてくださいそしたら支払い方法の管理の画面に切り替わるのでここでクレジットカードを 追加という項目があるので、ここをタップします。 そして、まあ、うまく入力とか設定ができたら、こんな風にクレジットカード、まあ、ここに僕の場合はこれキャッシュなんですけども、キャッシュの設定ができましたよということになります。で、実際にそのクレジットカード払いをする方法なんですが、PayPay の画面の、ここにですね、支払うという項目があるので、ここをタップします。そうするとですね、支払う項目の中で、ここにですね、普通だと、ま、PayPay 残高っていうところが出てくるんですけども、今回はクレジットカード払いでする場合は、先ほど設定したキャッシュで支払うことができるということになります。まあ、例えばの話な なんですけども普通にお店で決済するときにこういった場面ってたまにないですかねクレジットカードは使えない、ね、けどなぜかしらペイペイは使えるっていうことはないでしょうかこれ実はですね結構飲食店であれないろんなお店であれこのパターンで結構多いんですよねもちろんねクレジットカードの歴史はすごい長いのでクレジットカードを使えるお店でたくさんあるんですけどもまあ今だと結構ねペイペイだけは使えるってお店がやっぱり多かったりするんですよね まあちょっと細かいところはお伝えしないんですけども、まあその導入する費用であったりとか、なので結構 PayPay に関してはお店側からしても導入は結構しやすいのかなっていう風なことは、まぁ一つ言えるのかなと思います。で、この時にね、その PayPay が活躍するんですけども、例えば PayPay で決済した場合、クレジットカード払いをしたら、PayPay の還元率は0%です。 先ほどお伝えしたキャッシュで決済する場合は1、1%分のキャッシュの還元を受けることができます。で、さらに、そのキャッシュにクレジットカードを紐付けた場合、クレジットカードの1%の恩恵も受けることができます。なので、クレジットカード払いをすることによって、まあ、実質2%分の恩恵を受けることができるんですよね。これ結構熱いですよね、普通に考えて。なので、先ほど僕がお伝えしたソフトバンク y バイのまとめて支払いより、実質の還元率が実はちょっと高かったりするんですよ。なので、PayPay ペイペイボーナスが 欲しい方からすればまあ先ほどねまとめて支払いの方法でもいいと思いますけどももうペイペイの恩恵はいらないからとりあえずもうキャッシュとクレカの恩恵が欲しいという方はクレジットカード払いをするっていうのはかなりいい方法なのかなと思いますですけども一つ気をつけて欲しいのはキャッシュで紐付ける場合なんですけどもまあ、以前ねちょっと動画にもしたことあるんですがポイント還元の上限っていうのがまあ、規約が変わって500ポイントまでということになりましたこれはキャッシュにクレカを紐付けた場合ですねなので実質5万円まで 利用することでポイントを受けることができるのでもし5万円以上お買い物される方からするとちょっとここはもったいないことをしてしまうこともあるので気をつけた方がいいと思いますそれでは最後まとめですねまず一つ目はソフトバンクワイモバイルのユーザーの方はまとめて支払いをすることがおすすめですよとまあ、支払いの管理もねかなりしやすいかなと思いますんで PayPay ペペの恩恵と クレカの恩恵を受けたい方はこういった方法がおすすめと。で、次二つ目は、クレジットカードが使えないお店はもう PayPay のクレカ払いで対応ということですね。これ本当にすごい便利ですよね。他のコード決済と比較するのもあれなんですけども、やっぱり圧倒的に PayPay だけ使えるっていうところが多いので、もうここはね、クレカ払い。もう PayPay の恩恵は捨てて、PayPay のクレカ払いでもうサクッと支払えるのは結構便利かなと。で、その紐付けるときはやっぱりキャッシュがおすすめかなというふうに僕は思います。まあそんなこんなで今回は PayPay のどのチャージ 方法そしてどの支払い方法がお得なのかということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、たまにねこういった動画も結構作るのは楽しいのかなと思いますんでまあ、他にもねまあ、DE 払いであったりとか AU ペイ他にも楽天ペイとかも結構ね似てるパターンもあるかなと思いますんでもしご希望があればもしくはね僕も時間があればですねこういった風にまたまとめて動画にしようかなという風に思っております 結構ね、ペイペイはペイペイでも使い方によっては本当還元率も若干変わってきたりはすると思いますんで、もし今後もね、何かしらの変更があったりすれば随時また動画にしていこうかなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました